リーグ戦およそ1ヶ月ぶりの勝利を目指すジュビロは15位ヒファーレン長崎と対戦しました。先制点が欲しいジュビロは前半5分、チンガが得意のドリブルからチャンスメイク。31分、今度は小林のドリブル突破からジュビロに決定機。しかしシュートを打てません。36分、ビファーレン佐藤のヘディングシュートは八田が防ぎますが、42分、コーナーキックから再び佐藤、ジュビロ先制点を許してしまいます。これセットプレーでやられるの本当にもったいないんだけどね。前半シュート数ゼロのジュビロは後半開始から山崎を投入、さらにフォーメーションを 4-2-3-1 に変更します。すると後半6分、細かいパス交換から最後は前田、ようやくジュビロがファーストシュートを放つと、22分、山崎、松井とつないで再び山崎、貴重な同点ゴールはキーパーの股を狙った技ありシュート、監督の期待に応えます。しかし反撃ムードも虚しく、その後はビファーレンの時間帯、31分フリーキックからピンチを招くと、34分コーナーキックからあわやのシーンを作られます。下位チーム相手に最後まで主導権を握れなかったジュビロ、2試合連続のドローです。Então acho que pelo que a gente fez no segundo tempo, a gente merecia até um resultado melhor pelo que foi o segundo tempo. Pensando no geral, o resultado foi justo, porque o primeiro tempo o Nagasaki foi bem melhor e o segundo tempo a gente foi muito melhor.